フォーストレート今からします。対戦は中山文様6球と、中山恵美様 6球です。ではじゃんけんしてください。今から試合、公式試合、はい、じゃんけんしてください。はい、どこでも、はい、じゃんけんしてください。じゃんけん、はい、あら、またまた、はい、まあ、花山恵美さん先行です。どうぞ。同じく9分ルールで2飛びにはダメだよ。よう考えたらね、やっぱくっつけていかんといかん。飛び2にはダメということになります。はい、3と飛び3もダメと言ってるけど、飛び1しかダメ、飛び1もダメか。はい、な、はい、止めるときは仕方がないけど、人のと止めるときはね。もちろんもう2-2でもこっちが止めとったら大丈夫だから。打たれ物、これでこっちが2になるの、ね、それと試合中ですけど、ちょっと前回の訂正がありますので、宮口桜子さんは7球でした。申し訳ございません。知ってますよ。一応そういうことで続行していきます。はい、どうぞ。花山恵美さん、どうぞ。でここはこっちは打たれてる、2-2になる。そこはダメです。2-2です。ここダメだったでしょ。はい、そうです。ここ打たなきゃ。さあ、いや、ここはいいよ。ここは止めてある。ここ止めて、ここはいいよ。ここは打っちゃダメなんでしょ。そこは良かった。ここはいいというように縦の2だけ。あ、そこはダメ。そこはダメです。ダメです。審判員がダメって言ってますから、ダメです。審判員がダメって言ってます。審判がダメ。ここはいいけどね、3だけ。はい、ここは大丈夫です。3-3-3。はい、違うね。え、4目なんですよ。4目ですよ。3、4だけ止めんといかんよ。だってそしてね、これもダメな。ここね、2だけね。はい、そこもダメです。こっち打っちゃダメだったんでしょ、さっき。これはいいって言うさ。赤はこっちダメだったんですよね。赤はそこは打てなかったです。時間かかる。そうです、9分だからすぐ来ます。だけもう一勝した方が勝ちかもしれません。今2分来ました。一緒してる方がね。あ、そこダメです。やっぱここしか打たれない。そうそうです、はい、その打てないところがあるからですね。ここいいって、ここいい、これでいいって、うん、そこは大丈夫。次が危ないね、そっち、うん、そこは壊しとっても次危ないんだよ、うん、そこはどうしよう、打てない。でこの枠が狭いところが面白いもんね、また、うん、そこは OK です。そっちは止まって、あっちだけ。これはこっちも大丈夫。これ縦2だからね、止めるんだから、これをね、これを止めるんだから。でもここ止まってるから、ここは大丈夫だ。そこはダメです。でも2よ。そこはダメです。2-2になります。こっちがね、はい、はい、そっちは打てません。うわ、そこが反則だらけだ。だけわざと打てないように打っていけば勝ちます。こっちはいい。こっちはこっちの2で、こっちで。こっちはダメ。あ、こっちはいいです。こっちは止めてあるからいいです。こっちはいいよ。厳しいです。こっちは止まってるからいいです。どうぞ。頭がいります。でもこれが本当のあれだ。うん。これが頭にいります。一番いいんですよ。わあ、止められた。ここ。三だ。あ、もう、はい。ボ。はい。花山恵美さん一勝です。ボ。はい。もう勝負決まりました。はい。はい。な、一勝あげておきます。はい。な、引いてから2回目をします。今のは3分27秒です。今。そういうふうになるわけ。さ、このまま花山恵美さんが逃げ切るか。なもうあ、また先行。先行は交代です。中山文美さんです。6球同士ですから、勝った方が7球になります。7球になります。この後に藤田海人が挑戦したいと思います。あ、それ。大丈夫。ああ。何個だっけ？6。一球上がる。一球。すっげえ。その人のプラス1じゃない。え？あ、そうか。あ、だけにこの人は、うちが何で8つって。ああ。だけ8対2。ここダメか、止めてここ。ここ止めて。相手にプラス8つって。ここ止めて。ここね。はい。な、これはいいよ。また止めるんだから、これ。止めるんだから。試合をしてください。すいません。審判員がですね、大きな間違いをしまして、先の試合で中山文雄さんと対戦した宮口桜さんが7球だったですので、それプラス1ですから、中山文雄さん、8球です。今、このクラスでは最上級です。誰が？中山文雄さんが8球です。でだから8球と6球の試合です。すみません、間違えました。強い人に勝ったけど、はい、それでこれで、花山恵美さんが勝てば9球になります。
10級が1段ということな、あ、10級の上が1段ですから、1段が見えてきました。今どういう状況でしょうか。今中山ふみふみ8級がの番ですかね。はい、はい、3できました。 3できました。でも置かれんで、まあ打ち直しはダメです。もう1回置いたらダメです。置いてもいいとね、うん、もう1回、でもここは小屋になったらよ、知らんよ、はい、1回打ち直したらもうあの負けにします。もう打ち直しは絶対ダメです。あ、置いた、すいません。まあその22の打ち直しはいいです。22の打ち直しはいいです。それはもうこれは3になっとけね、はい、ここは大丈夫だけね、はい、22の打ち直しはいいですけど、もうそれ以外の打ち直しはもう、もう自動的に負けにします。厳しいです。あ、じゃあここはいいから、こっちの、こっちは、あ、ダメです。あ、こっちはいいよ、こっちは、あ、ここはいい、はい、そこは OK です。さあ、時間が6分経ちました。あと3分で決着、どっちかが勝たないと厳しいです。どんどん投球が上がってきて、もう分からなくなってきます。はい、やっと待望の3、2ができました。1、2、3、1、2ね、3、2ね、はい、3、これ3よ、この3、はい、あ、置かれんか、はい、うわ、狭いところが残念ながら置けません。はい、ということはどうしますか。こっちも置かれんど、こっちも置けません。置けません。あ、置けない。これはどういうこと？置けない。いや、ここ。そうだ。おお。いやいや、まあ、なんだか止め、2と2でしょ。いや、と、ここ止めたら、止めれるけね。うん？ここ大丈夫か、ここに置けた。打てないか。こっち打てないですね。今どこ打ちました？ここ、あ、ここ。これは打てないぞ。いや、そこは、そこは打てる。ここ打っちゃダメ。いや、ここは打てます。打てます。そこだったら大丈夫です。打てます。はい。次は、はい、花山恵美さん。はい、あなたがここに打ったときに3、ここに打ったら意味ないや。さあ、花山恵美さん、 あなたここに打ったら、あ、そう、勝ちた、わあ、すごいな、はい、え、どこ打った？いやいやいや、教えない。さあ、分かった。え、ここっていいの？そこは関係ないですか。打っていいですよ。それが意外、それは、そこは良かですよ。そこはいいですよ。止めてありますから。止めてありますから。こう、まさかこう、これが3、2の勝ちのパターンですね。はい、分かりました。ぼー、来たにゃ。どうぞどうぞ。私でもここ止むよ。ここ、はい、ここ止めてももう、どうしてね、こっちです。ここで、はい。まだいくつ？はい、もう3です。3でしょう。はい。だから、まあ一応打ってみてください。やられました。はい、勝利決まりました。花山恵美さんが2勝です。はい、はい、3回戦まだ時間があります。あと1分あります。すごいな。はい、1分ありますからしてください。あと1分、はい、はい、してください。はい、おー、すごい。はい、そんな、はい、あ、だだだだだだ、あー、もう、あ、もう時間がもう、うん、参りました。はい、なこれで参りました。中山ふみふみ8球と花山恵美6球が試合しまして、花山恵美が勝ちましたので、これで花山恵美は中山ふみふみプラス1ですから、あの9球になります。あのこのチームの中では最高級となります。はい、お疲れ様でした。公式初段のだった。